激動の2020年、少しの影響も受けない男がここにいた。我々はあえてこの時代に彼にカメラを向けた。この試合するのこれボットだな、これボットだな、これこれボットだな。くせえ、ブギー、くせえ。彼はまだ成長を諦めていない。プロニート正弘、彼がこの生き方を選んで今年で11年目となる。いいな、いいな、これ。オーストラリアにいる JAXA の回収班が、はい、免許証持ってないんで、いつも親に送ってもらってます。まあ楽ですよね。なんか自分専用のタクシーみたいな気分です。もういいですか、いいですか。あ、そうです。ゲームとかで負けた時とかは親にお金もらってパチンコ来てます。いや、そうです。1000円で当てることが最高というか、なんか親からお金もらって最高の不労所得ですよね。それがいいなと思ってます。ずっと続けたいです。彼が向かったのはパチスロ店。ここには彼のこだわりが詰まっていた。あれですか、あれは今日当ててくれるかどうかっていうのを聞いてます。第2、はい、1000円で当たるって結構確率低いじゃないですか。パチンコでいい台がなかった時に必ず座るのがチュラメキ。このスロットにはかなりの思い入れがあるという。台に座ったらまず触る、トコちゃんを触る、人目を気にしてさらに触る。20円スロットに1000円で挑む彼の姿にスタッフは胸が熱くなった。この日の1000円ギャンブルは失敗に終わった。彼はやり場のない怒りを抑えつつその場を去った。負けたいです。パパのやつ負けた時するんです。イライラするんで。こうして彼の一日は今日も時代の影響を受けず終わっていく。これは見つかったら怒られるよ。これブチギレされるよ。これ知らんよ、こんな2回もやって。でもこういうことも2回やっちゃうまいからっていいよね。あ、ママ、ママお迎えに来て。いつもコンビニだって。早く来て、もうイライラしてるから。ちなみに彼はタバコを吸っていることを親に隠
している。いやもういて。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくね。